はい、どうもカツキンです。今回は前回に引き続き練馬区にある石神井公園でバードウォッチングをしながら野鳥撮影をしていきます。前回のこちらの動画では山柄さんとシジュウカラさんが餌を取り合ってる様子をお届けしたんですけど、今回はどんな鳥さんたちに出会えるんでしょう。それでは早速歩いていきましょう。最近 SNS でよく見かける鳥さんが3種類いて、エナガさん、ジョウビタキさん、ルリビタキさん。実はまだ出会ったことなくて、僕もこの子たちに会いたいんですよ。なので今回はこの子たちを探しながらお散歩していきます。お、あそこにいるのはアオサギさんですね。いい感じで日に照らされてるのでシンプルに撮ってみようと思います。はい、こちらの写真なんですけど、水辺に佇むアオサギさんを撮ってみました。被写体の斜め後ろから当たる光、半逆光で撮ったことで神々しい雰囲気になりました。水辺も日が当たってキラキラ輝いてますね。光の向きについてはこちらの動画で詳しくお伝えしていますので、ぜひご覧ください。それではまたまた歩いていきましょう。あ、なんかいる。何の鳥さんだろう。ちょっと見えづらいな。水辺の藪の中を飛び回ってますね。顔を出した瞬間を撮ってみようと思います。はい、こちらの写真なんですけど、藪から顔を出したウグイスさんを撮ってみました。小枝の曲線めっちゃいい感じじゃないですか。写真内に曲線を入れると動きが出るのでおすすめです。ウグイスさんの鳴き声はよく耳にすると思うんですけど、藪など日陰が好きなのでなかなか表に出てこないんです。耳を澄まして目を凝らして探してみてくださいね。それではまたまた歩いていきましょう。お、これは青じさんですね。ふっくらした黄色いお腹と虎みたいな模様があるのが特徴です。動画撮ってたら写真撮り忘れちゃったので、こっそり後をつけてきました。この茂みの中にいるみたいです。あ、いた。顔が見える角度を探して撮ってみます。はい、こちらの写真なんですけど、額縁構図で葉っぱを前ぼけで入れて青じさんを撮ってみました。つぶらな瞳とふっくらしたお腹が可愛いですね。青じさんは警戒心が強くて用心深い性格みたいで、藪に隠れる習性があるそうです。藪の中にいる鳥さんを見つけたら驚かさないように注意しながら顔が見える角度を探して撮ってみましょう。それではまたまた歩いていきましょう。あ、この子はもしかしてあの鳥さんじゃないですか。しかも群れで何羽かいますね。シャッターチャンス。はい、こちらの写真なんですけど、お尻を向けているエナガさんを撮ってみました。会えました。そしてこのポーズめちゃくちゃ可愛くないですか。お尻見てってやってるようにも見えるし、見ないでって羽で隠そうとしてるようにも見えてきます。周りのちっちゃい松ぼっくりみたいなやつもなんか可愛いですね。それではまたまた歩いていきましょう。あ、落ちてきた。うわ、めっちゃ近い。こんな近くまで来るなんて青じさんとは違って警戒心ないのかな。なんだか撮ってもらえたそうなので、バンバン撮らせていただきます。うわ、ちっか。それにしも元気ですね。このエナガさんなんですけど、可愛いだけじゃなくて面白い習性があります。エナガさんの巣作りは、クモの糸などで苔を貼り付けて、ふわふわな巣を作って、中には羽毛を敷き詰めるそうです。かなり器用ですね。こちらは多分その様子で、巣作り用に虫の繭を採取しているところです。ビヨーンってしてる。
あと、エナガさんは自分の子供以外のヒナのお世話もするらしいですよ。優しさで溢れてますね。はい、こちらの写真なんですけど、いい感じに伸びてる枝に止まったエナガさんを撮ってみました。こちらを振り向いて流し目で見てる感じ、可愛らしさの中にも色気も感じますね。このエナガさんはモデル気質ありそうです。それではまたまた歩いていきましょう。めちゃくちゃ木をつついてますね。そう、こちらはキツツキの仲間、コゲラさんですね。こうやって木の中にいる虫を探して食べてるんです。コゲラさんは木を歩くことが多くて、よくそんなに移動できるなと思ってたんですけど、両足と尻尾の3点でバランスをとってるそうですよ。木をつつく首の筋肉と支える尻尾の筋肉はマッチョなんですかね。池の縁の陰にミソサザイさんがいるそうです。ミソサザイさんもまだお会いしたことのない鳥さんなので気になります。出てくるかな。あ、いた。お、あれはちょっと慌てて動画回してたんでピンボケしまくってますけど、青い鳥が幸せを運んできてくれたみたいです。ルリビタキさんです。なんとか写真に収めたい。逃げないで。ハイコちゃんの写真なんですけど、3分割構図の左下にルリビタキさんを入れて撮ってみました。ついに出会いました。青い鳥、可愛さと美しさを兼ね備えてますね。手前の枝がルリビタキさんに被っちゃってるのは残念ですけど、なんとか写真に収められてめっちゃ嬉しいです。それではまたまた歩いていきましょう。うわ、来た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 。あれから15分ぐらい待機してまた姿を現しました。ひょっこり茂みから出てきてくれました。ありがとう。色もそうですけど、そこら辺にいる鳥さんとはオーラが違いますね。ハイコちゃんの写真なんですけど、石の上に乗ってるルリビタキさんを日の丸構図で撮ってみました。バッチリ姿を現しましたね。キャッチライトも入ってお目目がクリックリ。待ったかいありました。幸せを運んできてくれてありがとう。ジョービタキさんはいつかお会いしましょう。はい、いかがだったでしょうか。今回は石神井公園でバードウォッチングをしながら野鳥撮影をしてみたんですけど、会いたい鳥さんたちに会うことができました。春がやってきて、これからどんどんお花が咲き始めるので、鳥とお花のコラボレーションなんかも見れそうですね。以前、梅と目白のコラボレーション、梅白を撮影した動画もアップしてるので、概要欄のリンクから見てみてください。まだチャンネル登録をお済みでない方は、ぜひチャンネル登録いただいて、これからも一緒にお散歩していきましょう。グッドボタンもお願いします。毎週土曜、夕方6時、カツキーのお散歩チャンネル、次回もお楽しみに。それではまたお散歩しましょう。またね。